ニコラス・グリーンウッドは、アメリカ合衆国、コネチカット州、サウシングトン出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。2009年の MLB ドラフトで、サンディエゴパドレスから14巡目指名され、6月16日に契約。契約後、参加の A-9、ユージーン・エメラルズで17試合に登板し、4勝1敗、5セーブ、防御率1.71だった。 9月に A 級フォートウェインティンキャップスへ昇格し、3試合に登板した。2010年は A 級フォートウェインで21試合に登板し、4勝4敗、1セーブ、防御率4.15だった。2010年7月31日にセントルイスカージナルス、クリーブランドインディアンス間の三角トレードでカージナルスへ移籍した。移籍後はの A クアットシティズリバーバンリッツで11試合に登板し、1勝0敗、防御率1.16だった。2011年は AQ パームビーチカージナルスで開幕を迎え、2試合に登板後 AQ スプリングフィールドカージナルスへ昇格。AQ スプリングフィールドでは59試合に登板し、2勝4敗にセーブ、防御率4.31だった。2012年は、 トリプル A 級メンフィスレッドバーズで49試合に登板し、4勝3敗、防御率4.40だった。2013年はトリプル A 級メンフィスで開幕を迎え、6試合に登板したが、防御率6.75と結果を残せず、5月4日に A 級スプリングフィールドへ降格。A 級スプリングフィールドでは11試合に登板し、3勝4敗。 防御率3.98だった。6月27日にトリプル A 級メンフィスへ最小格し16試合に当番1勝6敗、防御率5.31だった。2014年もトリプル A 級メンフィスで開幕を迎え、22試合に当番3勝3敗、防御率2.61と、まずまずの成績を残し、6月15日に、 カージナルスとメジャー契約を結んだ。翌16日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。1点リードの5回表から登板し、3.1回を2案内1失点の内容でメジャー初勝利を挙げた。昇格後は9試合に登板したが、7月23日にケビン・シー・イーグリストが故障者リストから復帰したため、トリプル A 級メンフィスへ降格。8月8日に、 ジェイソン・モッドが故障者リスト入りしたためメジャーへ再昇格。7試合に登板後8月31日にトリプル A 級メンフィスへ降格したが9月2日に再昇格した。9月28日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では初先発を果たした。この年は19試合に登板し2勝1敗防御率4.75だった。2015年は 7月11日に25人、ロースター入りしたが、同日のピッツバーグパイレーツ戦で1アウトも取れない、ままに失点を喫し敗戦投手となった。7月17日にトリプル A 級メンフィスに降格、9月2日に再昇格したが、登板はなく、9月9日に DF となり、9月11日に40人枠から外れる形でトリプル A 級メンフィスに降格した。 11月6日に FA となった。2016年1月25日、シカゴカブスとマイナー契約を結び、AAA 級アイオワカブスに配属された。3月26日に FA となった。2016年5月5日、ミネソタツインズとマイナー契約を結び、AA 級チャタヌーがルックアウスに配属され、6月5日に AA 級ロチェスターレッドウィングスに昇格したが、 メジャー昇格には至らず、11月7日に FA となった。2017年1月6日、ツインズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。